はい、皆さんこんにちは、サンディです。今日は、リクエストにもいただいていたレブロンの新しいプライマーのレビューを始めたいと思います。では始めましょう。 My Beauty Style by Sandy。 はい、でこんな感じで今、これが時間帯です。まあ、メイクしたりいろいろしてたらこの時間になりました。で、ですね、今回はセットで使おうと思ってちゃんとレブロンのカラーステイシリーズのこちらを買いました。カラーに関しては前に買ったのは180番だったんですけども、今回は一番明るい150番を買いました。で、150番でも多分ビデオ上では今こう見ていただいている感じですと、多分顔と首の色が違うんじゃないって思われるかもしれないけど、それは照明をこう当てていて、照明の当たってる距離感が違うっていうのがあるので、どうしてもこっちが暗く映るけども、一応ちゃんと鏡に合わせてちゃんと自分の色になっているので心配しないでください。はい、そんな感じで、150番を買いました。180番はもうちょっとだけ暗い目の色だったんですけど、こっちが180番でもう結構本当に使い切ったんですけども、こんなに綿棒で一生懸命出してもう使い切ったんですけども、こっちの方が若干ちょっと暗くて、こっちの方が若干明るかったので今回は150番を買いました。ファンデーションの方はもう、レビュー1日そうオイルテストをもうやっているので、もしこちらのカラーステイのファンデーションのオイルテストを見たい方は上か下に、リンク残しておきますので、このビデオが終わったらそっち見に行ってみてください。で、今回はこちらのプライマーのレビューをしたいなと思っています。ちょうどもう出て1週間ぐらいかな経ってからやっと見つけられて買いました。で、ここにすごい24時間って書いてあるんですけども、24時間は見ません。あと、前にね、喋るだけの動画ですねみたいなこと言われたんですけども、そうなんです、この動画は喋るだけの動画になります。本当になんか特に何かするわけではなく、1日を送ってどういう経過だったのかを説明していくっていう、ただ本当に喋るだけの動画です。はい、そんな感じで、今回はこのレブロンのものを、これのみを使っています。私はいつも、下地は2種類を使って保湿してくれるものと、皮脂を抑えてくれるものを、分けて使っているんですけども、今回はこれをのみ使っています。で、すでに何日かもう試しているんですけども、今回ビデオで撮るのは初めてです。まあその経過を見せていきたいなと思っています。で、これ24時間落ちにくい、崩れにくいって書いてあるので、結構期待されているプライマーかなと思います。まあ24時間ずっとつけてることは多分まずないと思うので、24時間は見えないんですけども、だいたい12時間か10時間かそれくらいは見たいなと思います。最低8時間は見たいです。で、そんな感じで、これは、日焼け止め入ってます。SPF40 です。で、今つけてる感じの動画を見てもらってると思うんですけども、つけ心地は本当にリキッド状なので、あとこれ振ってから使ってください。書いてあるので、よく振ってから使うようにしてください。多分こういうね、日焼け止めとかそういう成分が入ってるものって結構振ってからっていうのが多いので、これ振ってからお使いください。で、つけ心地は最初は結構本当に日焼け止めっぽい感じの、ちょっとオイリー感のあるリキッド状のものって感じだったんだけど、塗ってって、でちょっと放置すると、まあすごいベタつかないんだけど、まあさらっとするかなみたいな感じですそう、嫌なベタつきではないし、ファンデーション、その後にファンデーション乗せていくけど、別にそれもすごくなんか重い感じしないので、本当に日焼け止めつけてる感覚になります。なので、まあそんなに厚塗り感は感じないかなと思います。
で、ファンデーションの方なんですけど、こっちの方がやっぱりちょっと重いので、まあそれでちょっとなんか厚さが出てくるぐらいですけど、もし違うファンデーション使うのであれば多分またつけ心地が変わってくるんですけども、これのみだと本当に日焼け止めつけてる感覚になります。はい、でトーンアップなんですけども、確かに色が若干ついているので、まあ私としてはトーンアップされたかどうかちょっと正直わかんないんですけども、まあ透明のものに比べれば多少はって感じです。はい、まああとはこのまま時間を送ってってちょっと経過を見たいなと思っています。今のところは別に特に何も何もないので大丈夫だと思います。あとここはハイライト、そう今回はハイライトつけてます。あとパウダーなんですけども、いつも使ってるパウダーがもうなくなっちゃって、レベロンで縛りたかったんですけども、今回カラーステインのパウダーの方が自分の色を見つけられなくて、そういつも買ってるところにいなかったので、今回はちょっと前に買ったエルフのこのパウダーで閉じてみました。ただこれねちょっとねキラッとしてるんでね、ちょっとだけなんかツヤ感が出る感じだったので、まあどうかなって感じですけど、お直しはこれじゃなくてセザンヌのものかチャコットのパウダーかなと思います。まあ、とりあえずちょっと時間を送ってみようと思います。はい、皆さんこんばんは、この時間帯です。で今日はですね、まあ一部の方にね生配信でタイに行くよっていう報告をしているんですけども、今回のっていうか今年のお盆はタイに行きます。それで今いろいろ支度をしてたりしてて、買い物行ったりしてたんですけども、そう今日いろんなとこあちこち行っていたら、なかなかお直しができていなくて、なので今日はお直しなしでどれくらい経ったかっていうのをお見せすることができるんですけども、で前にもお話をしたんですけど、私は目が悪いので眼鏡をつけることが多いです。特に運転するときはいつも眼鏡をかけています。なのでまあ眼鏡アートはそうですね、いつもよりはまだマシかなと思うんですけど、まあ眼鏡アートはついていますっていう感じで、他なんですけどもこんな感じで、まあ多少のテカリはあるんですが、まだなんかカバーしてる感がある気がする。特に私が気になるのここら辺の毛穴なんですけども、ここら辺はちょっと取れちゃったって感じで、多分私がいつもこうやってやったりするので、食べたりする時もこうやってなんか喋ってる時もこうやってやってることが多くて、多分ここが取れてきちゃったんですけども、でも一番感動してるのはここのラインですね。本当に他のファンデーションだと汚く崩れる時は必ずここになんかこう溜まったりするんですけど、全然なんか溜まったりしてる感じもなく、まだファンデーションが乗ってる感じがします。でまあこれだけ時間が経っているので多少のテカリ感はあるんですけども、それ前がまあ今日本当にいろんなとこ行ってなかなか経過を取れてないんですけども、そうですね、まあ4時5時とか全然まだ全然保ってたし、だいたい8時夜の8時ぐらいからこの感じのちょっとテカった感がちょっと出てきたぐらいかなっていう感じです。なのでやっぱり持ちはすごくいいなと思います。さすがカラーステイだし、さすがレブロンの下地だなと思います。前にですね、私こっちの方の下地を買ったことあって、本当はもう一個のシリコンタイプの紫色のやつ、パープルのやつが欲しかったんだけど、間違えてこっちを買ってしまって、確かなんかセットだったからっていうのもあるんですけど、そう勘違いしてこっちを買って、
これを使ったことあるんですが、これは私は合わなかったです。本当にいろんな使い方をしてみたんですけども、まあ皮脂を抑えてくれるわけでもなく、毛穴をカバーしてくれるわけでもなく、逆に乾燥してる部分を保湿のある下地として使えるかなと思ったけど、そっちも全然保ってくれるわけでもなく、それもあって全然使ってないんですけど、でそれにこれに比べれば本当にこっちの新しい方のレベルもう全然違う、もう断然こっちを押します。私は特に、オイリーな方だったりとか混合肌の方はすごくすごくおすすめできるプライマーになります。今年の夏は特にジメジメしているので、これはすごくいいなと思います。ただし、ものによって、今回はね同じレブロンのものと一緒に使っているのでこういう効果があったのと、今日はまあ、ジメッとはしてましたけど、そんなにこう太陽がめちゃくちゃ強い日でもなかったんですよ。今日はちょっとどんよりしてる感じだったんだけど、ジメジメしてるっていう感じだったので、まあそんな感じでした今日は。でまあこれはこれでこのペアで使っているからこういう効果だったっていうのと、天気がそんな感じ。そう、今日はジメジメしてたから、まあそれは多分他の人同じような感じだけど、まあすごくいつもみたいに35度とか40度ほどの暑さではなかったから、まあまあそんな感じですかね。でも全然これだけ時間置いててお直しもしなくて、ここまでまだ保ってくれてるのはすごくいいペアかなと思います。また違う時に違うファンデーションと一緒に試してみたいなと思ってます。特に過去にビデオやったもので、なんかこれはちょっと微妙だなって言ってたものたちと一緒にちょっと使ってみて、もしかしたら本当に下地で変わるかもしれない、まあ分かんないけどもしかしたら効果が出てくれて、これが助けてくれる商品かもしれない、まあ分かんないんですけどね。また違う機会の時にそのお話をしたいと思います。ちょっと旅行終わったらお試し期間でやってみたいと思います。で本当にまあ私としてはおすすめできますし、これからも多分ずっともうしばらくはこれ使います。この夏はずっと、うん、日焼け止めもついてるしねっていう感じで、今日のオイルテイストはちょっといつもと違ってお直しなかったのと、まあ、今日はすごいこう太陽が出ててめちゃくちゃ暑かったわけでもなかったので、まあジメジメしてたけど、まあ、いつもとちょっと違った感じの日だったので、まあでも早くにこのレビューを見せたかったので、リクエストしてくれた方本当にありがとうございました。そしていつも生配信に遊びに来てくれてる、皆さん本当にありがとうございます。私は、生配信をですね最近やってるんですけども、本当に何の前触れもなく告知もせずに突然やったりすることがあるので、もしよかったら私のチャンネルのトップページに行きますと、登録者人数の横に鈴みたいな鐘みたいなマークがあるんですけども、それをポチッと押してくれると通知が行くようになります。私が何かビデオアップしたり生配信すると通知が行くようになるので、ぜひそれをオンにしてみてください。そしてまだ、チャンネル登録してない方はもしよかったら、ここのボタンを押していただくと登録することができます。ではまたねー。